歯ブラシ消えた。どうも、はじめのままです。というわけで、なんかさっきね、コンビニ行く途中でなんか釣り帰りのリスナーさんがいて、なんか魚をなんかお裾分けしてもらったんですよ。というわけで、ちょっと今回はね、この、まあ、最近魚捌く系ちょっと流行ってるから、僕もちょっとそれ便乗しようかなと思ういうことで、魚僕も捌いてみようかなと思います。それではやっていこう。まずは洗います。とりあえずなんか黄金伝説とかでこういうのはとりあえず素揚げにすれば美味しいみたいな、よく言ってるじゃないですか。こうだから素揚げにしようかなと思います。こういた、とりあえずまずはさばいてみようと。ごめんよ、サバちゃん。わからん、俺こういうのどうしたらいいか。とりあえずじゃあ内臓をまず抜こう。意外に切れる。意外にお腹裂けた。意外に取れる。おお、いい感じ。なんか一応なんかいい感じいい感じにさばけたんですけど、これでいいかな。なんかよう分からんすよね、これどこまでさばけばいいのか。とりあえず内臓だけ剥けばいいかな。次ちょっとこのもう一つのカサゴっていうのかな、分からん。カサブランカでは、魚のさばき方わかんねえわ。わ、サバのさばきやすさに感動。かけた。うん、かけた。サバがさばきやすい。というわけで、魚がさばき終わりました。とりあえず火通せば何回耐えるから。あ、お前今の。一丁くんくん。まあ、今回は素揚げということで、ちょっとね、油を注ぎます。出るか。いけるんか、マジで油跳ねそうで怖い。キッチンパーピーで、キッチンペーパーで拭こう。まだ前だよ。もういける。怖い怖い。あれやる。鼻をメンバー。やばいやばいやばい。水が。はい、というわけでじゃあこんだけね、油に投入していきたいと思います。いきます。俺が突っ込んでる。怖い。美味しそうじゃないですか。いい匂いする。これは切ってるやつだ、多分。あっちゃー、パーピー。ちょっと一旦ちょっと味見してみようかな。多分こんだけあげればもう大丈夫じゃないかな。めっちゃ焼き魚のいい香りする。これ塩を振って味見してます。いただきます。命に感謝。うん、おいしい。うん、ほく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 、形が北斎。はい、というわけで揚げ終わりました。見た目めっちゃ悪いけど多分おいしいと思う。ちょっとじゃあ電眼さんに食べさせてみようかな。ちなみにどう？待って、食べてみる。ちょっとさばいてるやつ。これ完全にあれやな、バネ定数結構あるやん。うん、確かにバネ定数結構ある。ちょっと揚げすぎたかな、でもこれ。うん、でもな、うん、美味しいですね。まあちょっと僕の調理法が下手くそなのもあって、なんかまあポテンシャルを最大限引き出せなかったのは否めないですけども、うん、
でもこれ美味しい。マジで。うん。これ柔らかいです。うん。あの石原さとみの唇とどっちが柔らかい？いや、こっち。マジで。うん、でそれ食べたら石原さとみとチューした感覚になれるってこと？うん。それやばい。お、それ意識よ。これはやばい。それ意識よ。うん、美味しい。マジか、そうか。サバよりも。カサゴの方がうまいです。そういう動画出すんだ。うまい。はい、というわけでごちそうさまでした。あの、美味しかったです。というわけで次回のサブチャンでまた。バイバイ。